一回受けて、はい、自分がやって、はい、でもう一回今度はざっくりやっていくんで、はい、頭の中でちょっと復習をしてみてください、はい、一番初めやった時に、うん、スタートがこの辺だったの。この辺でこうだった、うん、で後から言ったのはこっからこう、ここね、うん、違うでしょ、うん、違う。この辺だとちょっと中途半端なんだよ感覚が。今までずっとそこだと思ってた。そういう絵で見ると、うん、そうなんだ。そう真ん中になってた。ただ実際はここにくぼみがあるから、こっから落ちたこのくぼみ、ここからスタートしてあげた方が感じはいいんだよ、うんうん、ここはね、これでやる人もいるんだよ。横いるでしょ、うんうんうん、確かに。これで横でやってもいいし、俺の場合もこう2つで基本やっちゃう、うん、範囲が広いから。でここもあんまりこう狭い範囲でやるよりもこう、うん、大きく大きくやってあげた方が確かに。これがこ、これと、あー確かに違う、うん、違うでしょ全然。実際ここまでだとしても、うん、もうこっちまでやっちゃった方が、うんうん、もう基本気持ちいい、うん、うんうん、自分がやってから受けるとまた違う、違うでしょ、うん。